しくお願いします。なるほどね、カツオでございます。それでサザエさん。そうなんですよ。だからちょっとね、髪型も寄せてきました。いや、それ前からやね。このままね、お刺身をポン酢つけてとか、うん、生姜とかみょうがでいただくのもめちゃめちゃ美味しいんですけど、たたきみたいなアレンジして食べるとって感じなんで。わからんなそれ。そんなにあの小難しいことはありませんので、この動画もうまばたきしてる間に終わります。なので、めっちゃするやん、まばたき。終わってるやん。カツオたたきめちゃめちゃうまいんでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。サザエなんで。ザル紹介、カツオ一作でございます、はい。まあ、スーパーにね売られてるものですね。まあ、あとお塩、おネギ、あとまあ味付けでね、あのポン酢ちょっとかけていただきますけど、もうこれでオンリーオンリーユー。君が君が熱い恋をするから朗読みたいなのやめて。もうね、山口拓也さんもびっくり。いや、もう言うなあんまり。いや、ここも大事すな。やっていきます。まずこのカツオペーパーで拭き取りましてね。でこのままいただいてももちろん美味しいんですけれども、ちょっと水分量が多いんですよ。なるほど。それをちょっと抽出してあげて、うまみをこう濃くしてあげるみたいなイメージなので、ここにお塩を振って脱水させるんですよ。これはもうなんかなんとなくでいいんで、だいたいこんな感じ。味を入れるというよりは水を出すっていう感じなので、まあ全体になんとなく、ほらもうね、こうやってやってる間にね、もう出てきてる、もう出てきてる、ほらもうテカってきてるの分かる？ほら、おお、ほんまや、もう水が出てきてるのよ。でこれをこのまま置いとくと、ほら水が出てきて、その水が全部使っちゃうじゃない。はいはい、だからちょっと傾けて冷蔵庫に入れときます。網を置いて、これでもうほら水分が出てきてるんですよ。おお、はい、ラップして冷蔵庫入れて30分待ちます。ちょっとね、30分ぐらい置いときましたよね。ちょっとプリッっていうか、この身がね締まるんですよ、キュッとなる感じ。そしたらこの表面をね焼いていきましょう。クッキングパパです。いや、顎出てるか。ちょっとね、このややごま油の香りがついた方が表面でちょっと香ばしさも出ますん でポイントはじっくりいっちゃうと中に火入っちゃうんで、表面を高温でギュッていく感じ。もう一気に。せやねん、せやねん。関西弁やねん。いきます。麺を焼く感じですね、麺を。この麺をね、はいはいはい、これ強火で、強火でいこうぜ。もう周りがほらちょっと火入って、ああはいはい、焼き目をつけるように、これが大事です。麺を焼いていきます。固めていくわけね。固めていくわけですね。はい。麺をね、各麺を焼いていくわけですよ、こうやって。で、周りを固めますと。で、焼けましたと、ほら、全体が、はいはい、焼けましたとしたら、これを袋に入れまして、急ぎですよ、ここ、ここ急ぎ、あ、ここ急ぎ、ここ急ぎ、これで締めて、ここで一気に冷やします。氷水入れて、でこれ、結構直接入れる人もいるんですけど、焼いたところから、うまい部分とか出てっちゃうじゃない。はいはいはい、だから直接パッて入れてすぐ出すみたいな方もいいんだけど、まあ、ジップとこういう耐熱っぽいこのストックのやつ袋に入れて入れれば閉まりますんで、で水もほら直接は触れないじゃん。はいはいはい、いい感じでしょ。なるほどね、こっちの方が。じゃあ用語なんですよ。あ、もうこれで OK？ OK です、OK です。牧場です、牧場。そっち立ってどうすんの。シンプルな感想。ポン酢、ポン酢ね、ポン酢ですよ。だからみょうがとか生姜とかそういうのもあってもいいですけど、いいね、ネギがねぶわーっと、いいね、多いね。ちょっと分かった、ネギまみれ。よいしょ、アドミション店の初月を。どういうこと。どういうこと。カツオのタタ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 タYeah!
いただきます。最高最高これもあの最高だわめっちゃいいわ。うん、うまいいいよね。うん、あんごま油めっちゃいい。いいよね。うん、これさ、だってもう主婦って焼くだけだから。確かに結構簡単やな。そう、やっぱシンプルなのが一番いいね。そうやね。結局、うん、日本に生まれた以上に魚美味しいわけですし。そうですね。うん、なかなかだって美味しくないんでしょ。なんか海外ではだいたいサーモンしかないって言ってたからね。日本のカツオどうでしたでしょうか。日本のカツオ紹介の番組カツオは食べたい。こんなカツオをもっと作ってほしいと思った方はコメントにも記載は OK ですし、高評価もチャンネル登録もウェルカムなんで、マジで頼むよ。今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。